視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。僕ミュージカルがすごく好きなんですけれども、2018年の6月8日っていうのは日本のミュージカル好きにとって歴史的な一日だったと思ってるんですね。あの国民的音楽番組ミュージックステーションにミュージカル俳優の山崎育三郎さんと生田絵梨花さんが出演、モーツァルトというミュージカル作品の愛していれば分かり合えるという楽曲で、M ステ史上初のミュージカルパフォーマンスを披露したと。これの何がすごいか、ゴールデンタイム、お茶の間にミュージカルが流れたということ、そして、そのパフォーマンスがミュージカル嫌いで有名なタモリさんの前で行われたということです。今ミュージカルの流れが来てる、このチャンスを逃すまいと、ミュージカルをまだ見に行ったことがない人、または見に行ったんだけれどもちょっと自分の肌には合わないなっていう風に感じてしまった人に改めて、ミュージカルの魅力とはというところを分かりやすくお伝えしたいと思います。そして、僕も私もミュージカル大好きだよっていう人は、僕の動画参考に、どんどん周りのお友達っていうのを引きずり込んでいただけたらなと思います。ぜひ最後までご覧ください。今ミュージカルの流れが来てる、そういう風に感じるのには理由があります。まず、メディアで取り上げられる機会っていうのが少しずつ増えている、そしてミュージカル俳優、ミュージカル女優の逆輸入が起き始めてる、この2点です。きっかけはやっぱりアナと雪の女王の大ヒットだったと思います。作品のヒットと、話題性、実力ともに十分に兼ね備えた吹き替え版主演の松たか子さんと、神田沙也加さんの存在、そこから、世界的にヒットしたララランドや、今年公開され話題になった、ザ・グレイテスト・ショーマン、といったミュージカル映画がよりクローズアップされるようになりました。また、2.5 次元ミュージカル、と言われる、まあ、アニメとか、漫画とかを原作にしたミュージカルの盛り上がりっていうのも重要な要素の一つで、とにかく、ミュージカルという単語や、その舞台を切り取った映像っていうのが人の目に触れる機会っていうのを確実に増えている。その流れの中で、ミュージカルシーンで長く活躍している俳優さんとか女優さんがドラマやバラエティに進出するという現象が起きてます。男性だと、ミュージックステーションでパフォーマンスした山崎育三郎さんや石丸幹二さん、女性だと高畑充希さんや新妻聖子さんあたりが筆頭でしょうか。また、芸能界でノリに乗っている今が旬のタレントがミュージカルに進出する、そういったパターンも増えてきました。M ステでパフォーマンスをした乃木坂46の生田絵梨花さんとか、大原櫻子さんとか、男性ですと、三浦春馬さんとか、あと声優の宮野守さんとかで、今度山田孝之さんもミュージカルデビューするそうです。まあ、どうしてもミュージカルって長い稽古に長い公演で拘束時間が多いので、ちょっと旬を過ぎた、まあすごい嫌な言い方すると落ち目のタレントが、ミュージカルに流れていくみたいな、そういった傾向っていうのはあったんですけれども、今逆の人の流れっていうのが起きていることに、ミュージカルというものの、まあ、日本におけるこう地位の向上っていうのを感じますし、ミュージカルに興味を持ってもらうきっかけっていうのが今すごく増えているっていうふうにも思います。前置きが長くなりましたが、僕が思うミュージカルの魅力とはズバリ、人間の喜怒哀楽の感情を最大化して見せてくれるっていうところにあると思います。演技、音楽、ダンス、まあ、その他様々な要素で、喜びや怒り、悲しみや楽しさといった感情を最大限大げさに訴えかけてくる。それが自分の心の中にある自分でも気づいていないような小さな感情を揺り動かす、心が震える感覚こそが、ミュージカルの醍醐味なんじゃないかっていうふうに僕は思うんです。そして、ミュージカルは見れば見るほど、知れば知るほど楽しくなる。気づいてしまった自分の中の小さな感情、一度震えた心っていうのはどんどん震えやすくなってくるんですね。まあ、月並みな言葉で言うと感受性が豊かになるみたいな、そういうことです。そして、自分の心の震えに気づけるようになると人に優しくなれるんですね。なぜなら他人の心の震えをイメージできるようになるから。ミュージカル見た後って
この世界は素晴らしいみたいなモードにちょっと入れるんですよ。そこも魅力だなっていうふうに思います。心が震える感覚、一人でも多くの人に味わっていただきたい。ただその心震えるモードに入るのには少しだけコツがいるんですよ。そのコツがつかめないままミュージカルってあんまり面白くないなっていうふうに思っちゃう人がまあ多い。乗り越えなければいけない一番大きな壁がミュージカル突然歌い出す問題。まあお芝居をしている最中に急に歌い始めると、まあ、それとか、今にも死にそうな人間がしっかりワンコーラス歌って拍手もらってからコクリと死ぬとか、まあそういうミュージカル的な演出に違和感を覚えてしまう、見てて恥ずかしいななんていうふうに思っちゃう人がすごく多いんですよ。これ、タモリさんも過去に発言をしていて、まあ今タモリさんがミュージカルに対して、どういった考えを持ってるのかっていうのはさておき、過去のその発言っていうのが多くの人の共感を得て、ミュージカルを敬遠する最もらしい理由として定着してしまってるんですね。これを解決しないことには心震えるモードになかなか入れない。ミュージカルの世界に引きずり込むことができないわけです。今から日本全国のタモリさんを論破したいと思います。ミュージカルが好きな人はこの突然歌い出す問題に対して、いや突然歌い出してるんじゃないんだよ、ちゃんと予兆があるんだよみたいなことを言いがちなんですね。でもミュージカル初心者の人にそれは分かんない、ちょっと難しい。なので僕は別の切り口から、お話ししていきます。まあ人それぞれ好きなもの嫌いなものあるでしょう。まあそれは仕方ないですし無理強いはしませんが、突然歌い出すのが苦手だよって言ってミュージカルを敬遠してる人っていうのは恥ずかしいことを言ってるっていうふうに思った方がいい。なぜなら突然歌い出すのがミュージカルのルールだから。ミュージカルに対して突然歌い出すから苦手だと言っている人はサッカーに対して手が使えないから苦手だって言ってるのと一緒なんですよ。今にも死にそうな人間が歌うのって不自然じゃんっていうのは、サッカー見ててさっきの手伸ばしたら届いてたのに、なんでペコペコジャンプしてみたいな、そういうこと言ってるのと一緒。まあそのサッカーが好きか嫌いかっていうのは人それぞれとして、手が使えないから嫌いだなんて堂々と言えないでしょ。どこで歌うのか、どう歌うのか、どんな歌を歌うのか、それを楽しむのがミュージカルなんです。音楽とかダンスとかお芝居とかっていうのは芸術っていう風にくくられること多いと思うんですけれども、芸術が自由だっていうのは大きな誤解です。ほとんどの芸術にはルールがある。そのルールを大まかに理解してから見る、そのルールに慣れるっていうのが、ミュージカルを楽しむ一番のコツだと僕は思います。気づきさえすればそんなに難しいことじゃないです。まずは自分が好きな、かっこいいなって思う俳優さんとか、綺麗だな可愛いなって思う女優さんが出てる作品っていうのを見に行ってみてください。日本のミュージカル作品のほとんどっていうのはキャスト選考の、作り方をしているので、知名度とか話題性のあるキャストが主演をしている作品に、まあ大外れの作品はないです。大体面白いです。そして、突然歌い出す、突然踊り出すっていうのがミュージカルのルールなんだ、大げさな表現こそがミュージカルの魅力なんだっていうのを頭の片隅に置きながら感激してみてください。説明欄に、ミュージカル初心者の人に参考になりそうな記事のリンクをいくつか記載しました。そちらもぜひチェックしてみてください。僕は私はこう思うっていう意見とか質問も大歓迎、気軽にコメントください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。